そう、昨日も言った。ああ、俺たちの戦いはもう始まってんだ。ああ、ワールド見返して、試合のことはもちろん、いろんなことはもちろん、思ったんだけど、まず最初に一つ謝らせてください。昨日、解説の誰かがね、ジーマに謝れって言うから謝らさせてもらうよ、ジーマさん。すみません、昨日せっかく用意していただいたのに口もつけずに、すみませんでした。なぜなら、ね、今の俺には酒なんか飲んでる余裕ないんだよ。現状に満足してねって言っただろう。俺にはそんな余裕はない。だからこそ俺の目標、そして俺の夢、現状に満足した時にジーマさんたらふくいただきます。その時の楽しみに今俺は全力で戦ってやるよ。だから戦ってんだよ俺と。それとこれを見てるちびっこ、良い子、プロレスラーがやってるからって大人になっても真似するんじゃねえぞ。こういう激しい運動、頭ガンガン打ってる運動の直後にアルコールは絶対飲むなよ。命に関わるぞ。プロレスラーがやってるからって絶対真似するんじゃねえぞ。俺もそうだ。俺も下校だからな。わかるぞ。その前に俺はそんな飲んでる余裕ねえんだよ。現状に満足しねえんだよ。どん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 。次の戦い、次の戦い、強くなるために何をすればいいのか、何を排除すべきなのか、全部考えてやってる。よし、いよいよ、いよいよだよ。ドンタクシングル、昨日の勢いをそのままに、ショックも背中を押してくれる、追い風吹かしてくれてる。だから俺が決めてみせますよ。自分を信じて初志貫徹、そして陽のプロレスをシングルをドンタクで見せてやりますよ。デスペラード、久しぶりのドラゴンは随分効いたんじゃないですか。俺の真骨頂は膝攻めなんだ。あのバカ、運動神経とコンディションだけじゃねえか、お前空っぽだ。なんかお前やる気伝わったのか、お前タイガーマスクの方がようやる気出てんじゃねえか、この野郎。ベルト取っても取らなくても関係ねえだろ。おい、挑戦者の立場だろ、おい。シングル、大丈夫か、おい。ダメ。大丈夫だね、お前。タイガーマスクの方が何本も強いよ、おい。空っぽなんだよ、お前はよ。空っぽ。見栄えだけ。見栄え、その見栄えっつうのもよ。動きだけだ。中身が何もねえんだよ。中身がそのままでないんだったらな。そのまま張り落とと一緒だ。ヤングライオンからやり直せっていうのはよ、みんなが言うからさ、言いたかねえんだけどさ、もう一回、お前一回、地獄を見た方がいい。